おはようございます。今日もまた家での撮影となっております。でね、今日はちょっとね、どうしてもドリアが食べたくなって作ろうと思ったんですよ。まあ、ただね、うちオーブンが大きくないんで、その家ドリ用のサイズで作ろうってするとちょっと無理なんですよ。でどうにかフライパンでできないかと思って調べたら、なんかね、一応できるレシピがあったんで、まあ、それを参考にね、ちょっと作っていこうと思っております。とりあえずまずはね、玉ねぎを切っていきます。よし、そしたら玉ねぎを炒めていきたいと思います。エビも追加で入れていきます。そしたらフライパンの方にね、あのご飯移してちょっと炒めていきますね。バターよいしょ。で、ここに今炒めた具材とあとね、ちょっとコーンを追加していきたいと思います。よいしょ。今炒め合わせ終わったので、あとはね、牛乳と、生クリームかを入れて少し煮立たせたいと思います。それにしてもね、めちゃくちゃ暑い今、ビールで。とりあえずね、ちょっと休憩でございます。あー、うめえ。そしたら今、あらかた水分がね、飛んだんでね、仕上げにチーズをかけていきたいと思います。はい、ドリアといったら焦げ目が欲しいんで、最後はちょっと炙っていきたいと思います。はい、ということで今ね、こんな感じで出来上がりましたんで、まあ、今回は絵面的には申し訳ないんですけど、まあまあフライパンでいただいていきたいと思います。はい、ってことでね、今こんな感じに、仕上がった、持ってないで、まあいつもの通りね、カップラーメンも用意しました。いや、早速ね、食べていこうと思います。いただきます。いいよ、熱っ。いい、こんな感じ見えてか。はあ、うお、めっちゃ熱いけどうめえ。
めえ。うん、うまっ。別になんかオーブンで作ったりしたものとかとあんまり変わらないぐらい味はめちゃめちゃ美味しい。あ、フライパンでねこうやって作っちゃえば、まあ鍋とかでもいいんだろうけど、家族のあの一個の試食で真ん中にドンと置いたりとかしてね、みんなで取り分けたりしても面白いかもしれない。あ、でもこれうん、いいわ。すごい、作るのもめちゃめちゃ楽だしいいかもしれない。うんうん、まあ、今回はエビ使ってね、あの生クリームとかのベースにして作ったんですけど、まあ、鶏肉とか使ったりトマトベースにしたりしても美味しいと思いますし、なのでいろいろ幅が利く。熱いけどめっちゃうん、ラーメンも食べよう。よいしょよいしょ。このカップラーメン久々に食うな。あー、うまっ。あっつ。どうしてもね、量が多いから深いフライパンで作ったんですけど、やっぱりね、中まではチーズがねちょっと届かないっていうか、足んない部分があるから、熱っ。あの、もしかしたらあのご飯炒める時に先にちょっとチーズあえてあげた方がいいかもしれない。うん、うまっ。うん、で、あの前の動画でもお話ししたんですけど、なんかね、僕やっぱり家で自分で作るときっておつまみしか作んないからね、こういうメインのってあんま作らないんで、この家取りを始めてからね、少し料理スキルが上がった気がします。うんうん、うまっ。やっぱチーズとお米だからめっちゃお腹たまるわ。うん、おぉ、熱い。家の中なのに熱い。とりあえずね、ビールを。いや、うまい。うん、チーズ蒸すときね、あのとろ火で、まあ、あの蓋してたんだけど、フライパンの底にある部分のお米がなんかねほんのり焦げてて、それがねまたうまい。すごくチーズと合うもん。うん、ぜひね、あのコメント欄でね、これやってよっていう料理あったらね教えてください。ほんとそのおつまみしか作らないからレパートリーが少なくて、トライしてみるから、あのコメントください。うん、うわー、お腹パンパンか。うん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 、はい、ということで、いやー、完食でございます。いやー、うまかった。ごちそうさまでした。今日のねドリアめちゃめちゃうまかった。うん、作り方すごい簡単で、具材とかを炒めて牛乳入れてちょっと煮立たせてなんていう、まあ本当に手間もかからないですし、まあ、チーズ溶かす時間ぐらいかな、一番時間かかるの。グラタンとかドリアってね、やっぱりちゃんと作るってなると、まあ、ホワイトソース使ったりとか、とても時間かかる料理だと思うんですけど、こういう時短というか、手抜きのレシピでやるとね、一人前とかだったら10分ぐらいでできちゃうような料理なんで、
まあ、ぜひね、皆さんも試してみてください。今回もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあねー。